すれ違いミー広場がサクッと新しくなりました。このアイコンからサクッと広場に移動すれば、すれ違ったミーたちとの挨拶を簡略化してすぐにサクッと遊べます。そしてサクッとお手軽に遊べる5つの新しいゲームを追加でご購入いただけます。サクッとスロットカー、1本の溝に沿って走るスロットカーで3周ラップのサクッとレース。操作はアクセルのオンオフだけ。クラッシュギリギリの速度でコーナーを攻めてライバルをぶっちぎれ。サクッとカブトレーダー、ミーたちがつぶやく予測を見逃さず、株価が低い時に買って高い時に売る。突如飛び込むニュースで株価は瞬時に変化。あっという間に終わる株取引でサクッと儲けて、サクッと億万長者を目指します。サクッと勇者食堂、すれ違ったミーたちが勇者となって訪れるとある食堂。あなたはそこのシェフ。オーダーに合わせて勇者たちが持ち込んだ食材からこれと思うものをチョイス。あなたの作った料理に勇者たちの評価は星いくつ？サクッと大砲忍者、あなたは忍者となってふんどし一丁で大砲に詰め込まれます。すれ違ったミーたちが空中に装備を掲げて待っています。試し打ちで軌道を確認。しっかりキャッチできるようミーたちの位置を微調整。妖怪めがけドカンと飛んでサクッと撃破。サクッと探検隊、すれ違ったミーたちと一緒に秘境を探検。すれ違ったミーたちの 3DS 本体の歩数を合計した分だけサクッと探検。凶暴な野生動物や障害物が待ち構えます。ルートの選択にも歩数が大事。歩数を稼いで謎に挑戦。以上の新ゲームはすれ違いミー広場を更新後ご購入いただけます。そしてこの5タイトルの中からサクッとスロットカーかサクッとカブトレーダーのうちどちらか1タイトル無料でダウンロードしていただけます。残りの4タイトルは1タイトルにつき税込み300円でご購入いただけます。さらに残りの4タイトルをまとめてご購入の場合、1タイトル分サービスの税込み900円のお得なセットもあります。すれ違いミー広場をもっと便利に楽しめる追加コンテンツ、すれ違いミー広場プレミアムにも新しい機能が加わりました。すれ違いミー広場で一度に遊べるミーの数は最大10人。それ以上すれ違っても今まで招き入れることができませんでした。これからは行列に案内して最大100人まで待ってもらうことができるようになり、後で10人ずつまとめて遊べます。すれ違いミー広場プレミアムをすでにご購入されている方はソフトの更新後新機能をご利用いただけます。詳しくは任天堂ホームページをご覧ください。